今週落札されたものをまとめて紹介します。丸井のエアコキ南部14年式強化カスタム、ホップ化して2号段で35メーターぐらいは水平に飛びます。40メーターまで水平だとギリギリ届かないぐらい合わせ目処理をして金属塗装、グリップは木製風仕上げ。これは昔の MGC のブローバックガスガン、グロック G17、ボーマーサイトがついてる。あとバレルがちょっと出てる。まるっきりノーマルではないタイプ。あとここら辺がなんか滑り止めのグリップになってます。これは丸井の10金電動ブローバック G18C で、プチ強化で 0.15 段が20メーターぐらい飛ぶように改造してあります。ライト付き。これは丸井のブローバックガスガン可変ホップの方のベレッタ M9、M92F を映画のレオン仕様に改造したものです。重い。じゃあ、打ってみます。エアコキ南部打ってみます。いい感じです。MGC のブロック。お、ちゃんとスライドストップもかかる。これは、アフターシュート方式という、ガスガンで、弾がこう下に落ちちゃう弾道なので、飛距離はないです。サバゲでは使えない性能ですけど、まあ部屋打ち観賞用とかだったら悪くないと思います。10金電動ブローバック、ここグリップセーフティーになってるので、中指で、ここ、押さえてから、あとはトリガーを引けば弾が出ます。フルートになってるな、これ。ライトを引っこ抜くと、この下がセレクターになってて、ここでセミフル切り替えできます。レオン仕様のベレッタ打ってみます。おお、あ、重い重い重い。